2010年7月11日の日食は、太平洋南部で2010年7月11日に観測された日食である。日食は、月が地球と太陽の間を通過するときに発生し、地球の観測者から太陽の像の全部、または一部を隠す。回帰日食は、月の視直径が太陽より大きく、太陽からのすべての光線を遮るものであり、昼までも暗くなる。 海域日食は太陽の経路に沿った地球の表面の狭い領域でしか見られないが部分日食は数千キロメートルの幅で見ることができる。日食の経路2010年7月11日の日食は歴史上最も広範囲で見えたものの一つである。フランス領ポリネシア、クック諸島、イースター島。 アルゼンチンのパタゴニア平原を含む太平洋南部の広い範囲で観測が可能であった。アメリカ航空宇宙局の天体物理学者、フレッド・エスペナックは次のように語っている。今回の日食の最も冬代わりな点の一つは、独特で興味深い考古学的地点である、イースター島を通過していることである。イースター島には巨大なモアイ像があり、モアイ像には、 多くの謎があるが、いずれにせよ、イースター島で見られた、回帰日食としては、ここ、約1400年で、初めてのものである。この日食は、エルカラファテを含むアルゼンチンとチリの南端での、日没と共に終わった。2分47秒続いた、回帰日食中の太陽の高度はわずか一度であったが、アルヘンティの子からは、ごつごつしたアンデス山脈の輪郭のすぐ上に日食を、 見ることができた。サンティアゴでは日没時に58%の部分日食であったが悪天候のために見ることはできなかった。その他のバルパライソ等の都市では天気が良く日食を見ることができた。チリで観測された日食回帰日食はトンガ南西約7 0 0トルの地点で18時15分頃に発生し二十時十一分にはイースター島に達した。 世界の夜空を撮影するプロジェクト・ザ・ワールド・エティ・ナイトは日食が見られる経路に沿って写真家を配置した。日食の追跡者はチャーターした航空機、クルーズ船、多くの島やアルゼンチンのパタゴニア地域で撮影を行った。イースター島では回帰日食は約1400年ぶりで4分41秒間続いた。旅行者、科学者、写真家、 映画撮影者、ジャーナリスト等を含む約4000人が日食のためにイースター島を訪れ、モアイ像の警備が強化された。日食の時間帯は南アフリカ共和国で行われた 2010FIFA ワールドカップ決勝の開始時刻と重なり、タヒチのサッカーファンは約98%もの部分日食よりもサッカーの試合を見ることとなった。回期日食の経路は 人口の多い島をかすめ、例えば、タヒチ島の北端のわずか約 20km 北を通った。フランス領ポリネシアでの回帰日食は350年ぶりであった。推定約5000人の旅行者が日食を見るために様々な島を訪れた。12万個近くの日食メガネが観測者に配布された。アルゼンチン南端近くのエルカラファテでも、 日没の2分前に日食を見ることができた。チリの南端で日食が観測された数時間後、アントファガスタ州をマグニチュード6.2の地震が襲ったが、カラマやサンペドロデアタカマの近郊では重症者等は出なかった。ありがとうございます。